サインで代表してます望月美優です。ハイライト大好き、サイン代表泉太陽です。好きな食べ物は茶虫です。サインで代表させていただいてます大鶴翔吾と言います。サインのお笑い担当大巻です。まあ、昔の前者からやってきたことは部屋作り、そこはやっぱ今でもやっぱずっと自分の美容師としてのモチベーションを上げるためにやってきました。で、今のこの接し方とかはめちゃめちゃクソみたいにやったんですけど、もうやばかったんですけど、なんかある時に先輩に自分の見られ方が自分がどうかあれ第三者から見られ方が自分の見られ方ってことを言われっていう言葉をもらったんです。その時に、あ、今自分はこの子からどう見えてんだろうとかを意識するようになってから、接し方とか声かける言葉とかはすごく意識するようになって、もう今なんかあんま意識せずにもこの感じになっちゃったんですけど、一気にトゲが取れましたね。技術的な面に関しては、まずレッスンとかアシスタント時代はもうひたすら一番に動く、やっぱこうなんか目標をクリアするために頑張ってきた、それが一番大きくて、だからなんかそのまんまやっぱやったらやっただけ結果も結構ついてくるし、同期もすごいバチバチの気強い女の子しかいなくて、その子たちの中でこうどう一番になるかみたいな、めっちゃバチバチしてました。確かに、とにかく一つのスタイルを何回も毎日1ヶ月に 5人とか全員ボブで全員マンカールのスタイルボブに5人とかやってて、それを毎月毎月出して、これがこうこれがこうっていうのを言われたことを次に絶対に直してやるっていうのをずっと続けてたら、結構スタイルもすごいうまく取れるようになってきて、なんか撮っていくうちに、あ、これが可愛いんだとか、こういうモデルさんはこういう風に映るんだとか、なんかそういうところが分かってくるようになってきて、かそうなるとなんかそもそもモデル選びも絶対可愛く撮れるだろうっていうモデルさんを選べるようになったし、そうなると必然的にこう可愛いスタイルを撮れるようになってっていうのが一番いい経験だったかなと。大阪で初めてこう都会のところで働いたんですよ、スタイリストで。そこで一発目に入ったお客さんに流れましょう。何したの？パーマが当たらなかったんですよ。一回流れたことあって、まあ、それでやっぱ、まあ、考えさせられるじゃないですか。逆にまああの失敗があったから、まあ、流れないようになったし、で今度はこう売り上げを上げるためにどうしたらいいのかなっていう、まあ、当時流行ってたこうミニモトがやってたんですけど、単価がやっぱ低い分時間もかけれないし、売り上げはある程度伸びてくるけどやっぱこう限界があるっていうのは、どうしたらいいのかな、まあ言ったら一回やってうまくいったけどまたこう壁にぶつかって、そしたらまた新しいことやらないといけないなって時にインスタグラムが流行って、でそこから、まあ、自分がこうどういうスタイルやっていくかっていうのを決めて、まあ、最初はワンカラーで言ってたんですけど、ワンカラーだったらまあ次締めにならない、どうしたらいいのかなってなったら、もう次じゃあデザインのカラーの方がいいなと思ってハイライトに行って、まあ今言ったんですけど、まあだから僕は結構こういろんなことに挑戦しつつ失敗して、でまた新しいことを考えてやってきてる人生、まあ美容人生なのかなっていう。今蓋を開けるとずっといてくれてるのってなんでなの？俺からしたら、僕って今まで働いてたお店で一番モチベーション高い人間だったんですよ。でもここまでモチベーション高い人たちに俺出会ったことなくて、一緒に働いたこともなくて、シンプルにまあめっちゃ楽しいですよね。まあだけどこう楽しいよって自分次第って言うじゃないですか。でもそれ自分次第だけじゃ、限界があるなって、やっぱこう周りの環境、誰と働くかってめっちゃ大事なんだなっていうのはすごい感じた1年だったですね。ありがたいですね。だからまあ本当に頭ここで働かせてもらってるっていう感じですかね。独立を退けたサインの楽しさみたいなって感じでしょ。そうそうそう、キャッチーっすね超キャッチーっすね、まあ、人に常に囲まれてたいっていう
思いがあって、なんかこうちっちゃい時とかも近所の友達のお兄ちゃんとお姉ちゃんを家に呼んで遊んでたりとかしてたんですけど、なんか遊ぶ時とかもなんか来てくれるんでやったらお菓子とか買ってきて喜んでもらいたいみたいな思いとかも当時からあって、お客さんが来なくて、お客さん来なかったんだよね。もう1年間ずっと20万円ぐらい の売り上げで、お客さんが増えていかないのってなんでなんだろうと思った時に、もちろんその多分自分がこう主張が強すぎたりとか、なんかこうお客さんが疲れちゃうみたいな、サロンワークとかを考えてみると、なんかこう無理してバーって話して後半になってるとちょっと失速した状態でお客さん返してたりとかしてるなって、なんかそういうのとこう照らし合わせながら思った時に、あ、これってなんか無理しなくていいんだなって思って、なんか逆に自分の中で少しギアをこう遅めにスタートして、ちょっと最初こんにちはもちょっと緩くこんにちはって言いながらスタートしていって、でなんかこう徐々にこう盛り上げていくっていうか、話も最初からさいっぱい話したらさ、なんか後からもう何話していいのってなっちゃうと、なんかこれって気使ってるってなっちゃうじゃん。だからなんかそういうのもなんか自分らしくないなと思って、やっぱりこう売れない理由っていうのもう一つは言われたことをやってて、でもそれってプロフェッショナルって何ですかって言うと、やっぱ自分の好きをどれだけ貫き通して楽しめるかっていうことだと、当時好きなことをやってなくて、当時は RK みたいなのが流行ってて、なんかその流行ってるものをなんか作って、それがなんか評価されて、評価されたことに対してやっぱ嬉しいじゃん、よっしゃって褒められた嬉しいで、スタイリストになってたんですよ。でも実際自分が付き合いたい女の子ってそういう女性像じゃないなっていうのをふつふつと感じてきてたけど、なんかここまで来たし今から変えるのってどうなるってなった時に、ちょっとおっくになっちゃった自分もいて、でもなんかそれじゃダメだなって、やっぱ売り上げももちろん伸びない、何か変えないといけないっていう突破口を開くってなった時に、好きじゃないものをずっとやっててもやっぱりモチベーションも下がってくるし、なんかちょっとしんどいなって、その時にやっぱり好きなものってなんだっけってなったら、ハイライトは入ってるお姉ちゃんを僕がやることだっていうのに本当にあったの。自分を知ってもらわないといけないから、じゃあその知ってもらってじゃあこれでやっていきますっていうのをめっちゃまとめたの。雑誌の写真をめっちゃ撮ってファイリングして、で泉新しい自分の改革プランみたいな、じゃあ年齢層は何歳から何歳までで雑誌はこういうふうに持ってます、銀座ジゼルをまとめて、そういう女性って巻きはこういうふうにしてますとか、じゃあハイライトが入ってる女の子が好きだったらじゃあハイライトが入ってこういうふうに作っていきますみたいな、でそういう細かい仕事もすごい好き でそれをプレゼンしてやってたら、やインスタグラムでちょっとずつお客さんが来るようになってきて、でそしたら今度その戦車の大きいサロンで取り上げてもらって、あったあった、で今思うと今のクオリティやって全然まだまだだけど、当時からそのめっちゃ嬉しかったし、すっごい褒められて、で好きなことが評価された、これだと思って、そうするとやっぱ追求ももっと掘り下げるし、じゃあハイライトが良かった、じゃあ今度それを僕に入れたらどうなるんだろう、じゃあ逆に全部明るくブリーチしたらどうなるんだろうとか、もう次から次にやっぱこうバリエーションが出てきてしまう。大変かもしれないですけど、その美容師として生きるその先読みをやっぱした方がいいなとか、どうやったらこう指名されるのかとかを本当考えて先読みして行動していくことが僕は一番大事なんじゃないかなって思ってます。だからここから何が流行るかとか考えたりとかして、美容師さんって結構そのヘアスタイルまあ、ファッションだったり、まあ、勉強したりとか好きだからそこを学ぶのも大事だと思うんですけど、まあ、こう周りの世界がどういう風になっていってるかとかも見ながらやっぱいろいろ考えてやっていかないといけないんじゃないかなっていうのは、昔は技術があって突き詰めればよかったじゃないですか。でも今はやっぱりその人間性も大事だし、なんだったらその技術があってもやっぱそれを世に発信してもらえないと、有名サロンに入ったところで勝てなかった
ったんですよ、僕も。まあ、インスタグラムでそこで広告塔になっていって、お客さんも集客できる時代になっている以上、やっぱ発信して、まあ、言ったらお客さんもそうだし、インスタグラムに自分のインスタグラムがどう思われるかとか大事になってくるから、毎日投稿したりとか、発信し続けていかないと、本当勝てないと思います。なんか美容師さんがめちゃくちゃやっぱ溢れてる中で、こんだけやっぱ単価も安いサロンもいっぱいあったりとか、まあ、逆も言えばすごい高いサロンもあったりとかする中で、選ばれる、選ばれないとやっぱり美容師として売れれないし、お客さんがあってもやっぱ美容師っていう仕事だから、マッキーさんが先読みするって言ってたのも、今求められているものは何かっていうのを考えてやるってことだと思うんですけど、それが別に人それぞれ武器は何でもよくて、まあ、接客でそのお客さんの心をつかむっていうことだとしてもいいし、この感じがいいみたいな、コアなファンっていうか、なんかこれじゃないとみたいな、この美容師さんじゃないとハイライト入れてもらいたくないとか、まあ、私だったらそういう女性像っていうか、例えば私にアドバイスしてほしいとか、メイクのアドバイスしてほしいとか、この人じゃないとみたいな、なんとなく全部技術うまければいいとかでもなくて、なんかコアなファンが一部でもいてくれたら、そのお客さんたちは絶対一生来てくれると思うから、泉さんって変だけど、なんか一緒に話してたら楽しいなみたいな、そこに僕は価値があるのかなって思うんですよね。この人と一緒にいる時間って幸せだなとか、スタッフだったら泉さんといれば言葉のプレゼントももらえるなとか、何かこうプラスになるなみたいな、そういう自分でいたいなってやっぱ本当に思うんで、なんか人としてこうなんか温かさをどれだけ与えられるかなってめっちゃ思いますね。僕はこの時代そこで勝っていかないとなってめっちゃ思ってます、ね、うん、絶対あると思う。それこそいろんなおしゃれな、好きなおしゃれが好きな人とか、そういう子たちがサインに来たりとか、そういう風に言われたくて、かっこいいことやってて、楽しいことやってて、で真面目の時は真面目にして、自分の思ったことを言えるような。